にちは、しんです。はい、今日、飲む飲み物はこちらです。サンガリアのミルクセーキです。牛乳と卵の贅沢仕立てのミルクセーキということで、手作り風味を生かした無菌充填製法のミルクセーキはサンガリアが最初に発売しましたと書かれています。1998年に初めてということですね。サンガリアって結構最近よく見るものなのかなと思ったら結構前からあるようですね。はい、でこちら、まあ、他に書かれてあるので気になるのが、果てしなく自然飲料を追求するサンガリアということで書かれています。で、そうですね、これ品名が、まあ、清涼飲料水の扱いということになってますね。で 100ml あたりのエネルギーが 42kcal ということになっています。では早速開けて飲んでみましょう。匂いから、ミルクセーキの匂いがしますね。で原材料としては牛乳、砂糖、卵、あと香料、乳化剤、ビタミン C、カロテン、色素と書かれています。まあ、自然飲料を、まあ、果てしなく追求するということであれば、まあ、香料を入れなくてもいいのかなとちょっと残念な感じがします。では飲んでみます。ミルクセーキ本当に久しぶりに飲んだんですけども、しかに香料入っているようではあるんですけれども、まあ、飲みやすいというか手作り感があるような飲み物になっている気がします。美味しいですね。自分が覚えているようなミルクセーキの中では、まあ、一番といったらあれですかね、飲みやすい方に入るかと思います。はい、なので皆さんも見かけたら飲んでみてください。サンガリアの美味しいミルクセーキでした。以上です。登録よろしくお願いいたします。じゃあねー。